J リーグの魅力は試合だけでなく、選手たちが試合に臨む前の会見であったり、試合後の涙あり笑いありのインタビューも含めて楽しむものだと思います。プレーだけではなく、その選手の試合に向ける思いを知ることで、試合の深みもさらに増してくると思います。そこで今回の企画は、優勝とともに生まれた選手たちの熱いメッセージ集を振り返っていきたいと思います。試合直後の選手たちのコメントは高揚感であったり、試合中どんな思いで戦っていたかがタイムリーで伝わってくるので、試合終了後すぐに帰ってしまう方はぜひ選手のインタビューまで見ていってほしいと思います。今回は2016年以降の5つのタイトルを取った中で生まれた選手たちのコメントを振り返っていきたいと思います。それでは参りましょう。選手たちの熱いヒーローインタビューはこちら。
かがだったでしょうか。ヒーローインタビューだけでも、ある時は勝った喜びを分かち合い、ある時は怪我や別れの辛さを報告するなど、それぞれの選手たちがいろんな思いを背負って戦ってるんだなと改めて感じました。今シーズンもタイトルを奪取して、選手たちの熱いメッセージを分かち合える日を信じて共に戦いましょう。今日の動画はこれでおしまいです。 We are Reds!